イルミネーションズ、リフレクション・オブ・アースイルミネーションズ、リフレクション・オブ・アースは、エプコットで公演されている、エンターテイメントショーである。ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート内のディズニー・パーク、エプコットで1999年10月1日に、イルミネーションズ2000、リフレクション・オブ・アースとして公演が開始され、現在も公演が続けられている。1999年から2000年にかけて、 ウォルトディズニーワールドリゾートで行われたイベント、ウォルトディズニーワールドミレニアムセレブレーションの一環として開始されたため、名前に2000とついていたが、イベント終了後に名称が変更され、現在の名称となった。2005年より、シーメンスがスポンサーとなっている。小中盤で開いた状態の地球儀のバージェプコットの、ワールドショーケース内の巨大なワンに、花火やパイロテクニクス、 トーチなどを使った壮大なショーである。中央に地球儀の形をしたバージが登場し、そこに映像が投射されることで地球の歴史などを表現している。一回のショーにつき2800発もの花火が打ち上げられるため、一回の公演につき2万5000ドルかかっている。ありがとうございます。